皆さん、こんにちは、ケンジチャンネルですということで、皆さんお元気でしょうか。最近なんかね、この辺にさ、ニキビができてしまいましてですね、なんかその変な感じの日々を過ごしてたんですけど、これやっと治ってきたなと思ったら、今度こっち側に、鼻に、もうこれもう完全に、ああできるできるみたいな感じの空気になってます。なってます。まだできてないんだけどね。わかるわかるね、この、絶対ここニキビ出ちゃうやつじゃんみたいになってる状態。鼻。鼻か、鼻人間か、できもんできんな、すげえ嫌なんだけどね、見た目的にもね、なんかあの人なんか酒で酔っ払って顔赤くなってるみたいに見えちゃうじゃない、鼻がんかいってね。嫌だなとかね、ちょっと思いつつも、そんな日々を過ごしておりますが、まあ、今日は皆さんと一緒にね、ゲームの売り上げランキングを見て、ワイワイしようという、そういう動画となっております。ゴーゴー、あー、まあ、いつも通りですね、ゲージチャンネル的どうでもいいランキングをやらせていただこうと思います。今日いただいたコメントはこちら。ね、あれちょっと待って、ちょっと何でしょう、はいはーい、ちょ、なんかわかんないけどガチギレしてますね。で、なんでしょうかね。ちょ、なんなんですか、もうそんなさ、なんか変な空気で出てこないでくださいよ。お前ボケ、こら、お前前回お前わしのこと動画に出してまあまあ好評やったっちゅうのに、今週お前何さらっとわしのことをお前無視して先進めようとしとんだよお前。いや、わかんない、ちょっとわかんないんですけど、前回まあね、久しぶりに動画出てもらいましたけど、そんな好評だったかどうかって言われたら、まあ、ぶっちゃけどうかなっていう感じですけどね。好評やったっちゅうねお前、コメント欄とかちゃんと見とんのかお前は。いや、まあ好評だったのは完全に僕のなんだろう、軽快なトークとアホかね、まあその思いやりみたいなところ、アホか、まあ好評だったといえば好評だったかもしれないですけど、ほかほか、お前のニキビを話すとかいらんのんじゃん、その冒頭の鼻くそみたいなトークしようだって。鼻くそちゃうわ、鼻くそちゃうわ、イモコさんのトークこそ鼻くそじゃ。鼻くそちゃうわ。お前が鼻くそじゃ。わし鼻くそちゃうわ。鼻くそちゃうわ。とにかく、今回もどうでも A ランキングはちょっとわし主導でやらせていただくからな。ダメですよ。今回のどうでもいいランキングは、僕がね、やっていきますよ。大体今回あれですよ。海の家のサービスとか、そんな感じのテーマですから。海とか無縁でしょ、完全に無縁。無縁でしょ。アホ、お前、わしはな、ズイに行くときずっと、海、船の上で海おったっちゅうね。あ、そっか、じゃあもう海の生活って結構長かったりね、するんですね。いや、でも海の家とは関係ないでしょ。あれ昔船でこう移動するときな、食料とかどうしてたと思う？食料ですか。いや、食料ってそんな船にガッツリ積んでおくんでしょ。で、そっから計画的に食べていくみたいな感じでしょ。あー、ちゃうねんな。まあちょっとはね入れとくんやけど、食べ物なくなったらもう海にね取りに行くんやで。いや、釣るとかそんな感じですか。いや、もうなんかもうザッパーン入ってく、海にバーン言うてな。海なんか入るかなり危険じゃないですか。いや、わしね泳ぎ得意やねん、結構こう見えて。妹子さんが行くの、じきじきに行っちゃうんだ。へえ、もうねわし相当潜れるから、もうアワビばっかり取ってきたからね、もうアワビ、もう執拗にアワビばっか狙ってたから、あ、ここにも、あ、ここにも、あ、ここにもアワビ言うてな、もうまた妹子さんアワビ取ってきてって、もうえらい言われとったからな。なんでそう、執拗にアワビを取り続ける小野の妹子ってどういう絵面なんですか。とにかく海の家で流行るサービスランキングはわしに任せとけ。ああ、そうですか。じゃあまあ聞きますけど、どんなサービスが流行るっていうんですかね。どんなサービスがさ、それはもちろんあれや、水着ギャルをマッサージ受けませんかとか言って、ちょっとこう影の小屋の、ダメ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 、ちょダメダメ、それもその展開、その展開俺知ってる、そのなんかそのアダルトな展開知ってるから、子供も見てるチャンネルでしょうか、ここは。そんなこと言ってんじゃねえよ。じゃあこんなのはどうかな、わしが女の子にこうサンオイルをこう塗っていくサービス。そう、お前の願望じゃねえか、願望じゃねえか、下心丸出しのしょうもない願望じゃねえかお前。ああ、それもわかんねえやったら、そしたらな、ああ待って待って、もうね、もう僕に任せておいてください。このサービスは絶対流行るっていうのがありますから。まあ、海行くじゃない、まあ、更衣室とかで着替えるのもあるけど、なんかこう海パンをさ、こうタオル巻いて海パンに着替えるじゃない、こう着替える時にちょっとこう足上げすぎてこうチンコ見えそうになる時あるね。そういう時にパッて隠してくれるサービス、パッてこう「あれ!」っつってね。しょうもな、全然おもろないわ。まあまあおもろいわ、おもろないんじゃ、おもろないんじゃ、イモコさんのやつよりだいぶおもろかったんじゃ。下ネタじゃん、下ネタじゃねえかよ。まあ毎週この動画でね、やつが来ちゃうと困るよね。やつが来ちゃうと困るよね。
なんか別の動画にやつのね鬱憤を晴らす機会をね作らないとね、なんかゲームの売り上げランクまともに見ていけられないぜということでねちょっとなんか、ね、少し考えておきます。はい、というわけでね、前置きがだいぶ長くなりましたけれども、今週の売り上げランキングを見ていきましょう。まあね、今週発売されるゲームなんかも結構あったりしますので、ランキングの方は、まあ、先週に引き続きマリオメーカーが一体どうなっているのかとかっていうところもありますけれども、新しいゲームも入ってきます。さあでは見てみましょう。ランキングこのようになっております。はい、カモン、どうぞ。というわけで、さあでは売上ちょっとね、では順番に読んでいきましょう。1位、任天堂スイッチスーパーマリオメーカー2、売上本数 83,204 本、売上累計 279,357 本。2位、初登場ファイナルファンタジー14漆黒のヴィランズ、売上本数 22,260 本。3位、任天堂スイッチ妖怪ウォッチ4、僕らは同じ空を見上げている、売上本数 19,407 本、売上累計 21,504 本。4位、初登場任天堂スイッチ進撃の巨人2ファイナルバトル、売上本数 19,127 本。第5位、任天堂スイッチ実況パワフルプロ野球、売上本数 18,719 本、売上累計 94,224 本。第6位、初登場プレイステーション4進撃の巨人2ファイナルバトル、売上本数 14,817 本。第7位、任天堂スイッチ大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、売上本数8968本、売上累計314万9468本。第8位、任天堂スイッチマリオカート8デラックス、売上本数8183本、売上累計235万6972本。第9位、任天堂スイッチマインクラフト、売上本数7234本、売上累計83万7919本。第10位、任天堂スイッチスプラトゥーン2、売上本数6072本、売上累計310万5283本となっております。さてではですね、ハードの売上台数なんですけれども、任天堂スイッチ75,481台、プレイステーション46756台、プレイステーション4プロ4547台となっております。さあさあさあ、やばい、スイッチめちゃ売れてる。なんだこれね。スイッチうちの、まあ、牽引できてるのはどこっつったら、やっぱりマリオメーカー強いだろうねっていうのと、先週同様にパワフルプロ野球も売れてるからっていうのもありますし、ちょっとね、いろいろね、触れていきたいところはありますけれども、任天堂スイッチといえばね、スイッチの新型も出ることが決まりまして、ちょっとリーズナブルで携帯バージョンが出るっていうのが発表されたからには、来週以降、ちょっと待とうかなっていう人たちも出てくるから、少しだけ本体の売り上げが下がる可能性はあるかもしれませんけれども、でもこのタイミングでこの売り上げ台数ってちょっとすげえななんてちょっと思っていたりはします。でソフトの売り上げに関しては、先週同様マリオメーカー2がやはり1位ですね。まあ間違いなくじりじりと売れ続けるゲームでありますので、ね、2週目にしてまだ8万本というところですから、勢いは全く衰えておりませんねといったところですね。ましてやね、今そのほら YouTube でたくさんの人がやっぱり動画ね、プレイ動画作ってて、このマリオメーカー2のね、魅力がどん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 、まあ、拡散されていってる最中ですから、さらにさらに増えていく、売り上げが増えていくんじゃないかなと思っております。そして2位、ファイナルファンタジー14の、拡張パックが、売り上げ2位となっておりますね。いや、これね、まあ、MMORPG の拡張パックで、パッケージ版でこれだけ売れちゃうっていうのはかなりすごいな、ちょっと思いますよね。で、限定版とかもあったと思うので、限定版の売り上げもここに入ってる、っていうのもあるとは思うんですけどね。限定版なんかそのすげえかっこいいフィギュアがついてるのがあってね、かなり多分すぐ売り切れちゃったんじゃないかなとは思うんですけどもね、まあみんなダウンロード版でまあ拡張して終わりみたいな感じになりそうなものがパッケージだけでこんだけ売れちゃうっていうファイナルファンタジー14の人気を表してますね。なんか世界で確か1600万ユーザーとかだったっけね。これは相当な数にやっぱりなっておりますから、まあみんなね、またファイナルファンタジー14今ね、新しくなってというか拡張されて、楽しんでる最中なんだと思います。そして3位、妖怪ウォッチ4。さあやっぱり粘り始めてきた、やっぱり粘ってきたなといったところですね。今21万本ね、累計の売り上げになっておりますけれども、そうそう簡単には落ちねえぜといったところですね。この後夏休みね、まあ夏になって夏休みとか始まっていき、まあ子供たちがまた何かゲーム買おう
うってなった時に、この辺、まあ、妖怪ウォッチ4なんかは選択肢として非常に強いゲームになってくるのかなと思います。そして、初登場、進撃の巨人2のファイナルバトルなんですけれども、4位に任天堂スイッチ版、6位に PS4 版が入っておりますといったところですね。意外だったね。なんか進撃の巨人みたいな感じのゲームだと、割と PS4 版の方が売れちゃうのかなとかってちょっと思ってたんですけれども、全然そんなことはなくて、ね、進撃の巨人2自体は、初週売り上げって PS4 の方が高かったんでね、PS4 が2万8000本で、スイッチが2万2000本だったっていうところもあるんですけれども、このファイナルバトルに関しては売り上げ本数が、まあちょっと逆転しているといったところですね。そして、7位にスマブラ、8位に、マリオカート8、その次にマインクラフト、で、スプラトゥーン2がちょっと久々に上がって10位まで上がってきているというところです。なんか、スマブラが7位とかにいると違和感感じるよね。常にさ、もう今年入ってからずっとまあ、5位以内とかずっととどまり続けててさ、隙見せたらすぐ1位とかにさ、売り上げ本数上がっちゃうスマブラが7位まで来てると。ただ、スマブラの売り上げ自体は全然下がってはいないと。まあ、新しいゲームが発売されたと。ピックスワークとかも発売されてたんだけれども、ちょっとやっぱりランキングにはどうやら入ってくるようなゲームではなかったんですね、といったところ。まあ、結構いけるかなと思ってたんですけれどもね。ね、アーク自体も結構ね、コアな人気もありましたし、それがサンドボックスになって、カジュアル化されてる、まあ、カジュアルになってるって言い方はちょっと当たってるのかどうか分かんないんですけど、ゲーム的には深くなってるかも分かんないんですけれども、なんかちょっとキャッチーな感じになってるから売れる可能性あるななんて思ってたんですけれどもね、ちょっとランキングには今回入ってこなかったなといったところです。まあこんな感じの、今週のランキングになっておりました。というわけでね、ちょっとね、本日はですね、まあ、動画1日に2本出したっていうことで、ちょっと若干ですね、なんかその編集等々に粗さがあったかもしれませんけれども、何卒ご了承くださいというところです。私もちょっとね、ぐったりしてしまいましたね。この後またちょっと動画の方の撮影などなどをちょっとしなければならないので、今日この辺で、終わりたいと思いますね。妹子さん終わりよ。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。